こんにちは、花山さん、速稼塾の久保でございます。まあ、お金もらえるのに誰もいらないっていうねテーマでお話ししていただきましたけども、まあ、お金がもらえるとは言いつつ、もらえるまでの、まあ、ステージっていうのは結構ね厄介なんですよね。ここが大きく明暗を分かります。まあ、みんなの銀行っていうのがありますけども、これね紹介して報酬をもらうって形、本当にシンプルなんですけども、実は紹介して、紹介コードをね入力しながらこのアプリをダウンロードしてくれるかどうかっていうのは、紹介を起こす人と紹介される人の人間関係によるんですよね。まあ、ですので言い換えると、人間関係ができていたかどうかが試されるんですよ。ですのでこうアプリをね、こうやってスマホを開いてアプリをねってやって、10人中10人はやってくれないですよね。なんでやんないかっていうと、やっぱりね誰が言うかによってそれを素直にやってくれるかどうかは変わってくるんですよ。で、試しにその辺歩いてる人にねえねえって言って、これみんなの銀行をダウンロードして紹介コード入れてくれるっていう風にしてね、本当にその場で入れてくれるのは結構稀だと思うんですよ。気持ち悪がられちゃったり、何なんだろうこの人とかなっちゃったりね。それから普段仲良くしてる人もおいそれとはやってくれないはずなんですよ。つまりみんなの銀行のアプリダウンロードも作業としては5分ですけども、その5分を成り立たせるために今までどれぐらい時間とか労力とか信頼関係を築いていたかってところが問われてるんですよね。まあ、ですので同じ案件なのに、紹介をどんどん出せる人と10人20人という束で出せる人と、なかなか出せない人って分かれてくるんですよ。つまり単体の作業では5分ぐらいで済むんですけども、その5分で契約できるかどうかまでは自分が人生どういうふうにやってきたかっていうことになるんですよね。それに引き換え、アルバイトっていうのは行った瞬間にどんな関係であろうとも、そこに契約して最初に1時間売り場に立っているだけで時給が発生するんですよね。だから多くの方は今までの積み上げがないから、積み上げがなくてもその瞬間もらえるものに飛びついてしまうんですよね。でもその瞬間もらえるものに飛びついたところで、そこに積み上げがなければ結局時給は上がっていかないよねってことになりますし、時給が上がっていかない世界に多くの人は集まっていきますから、結局はそこはどん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 安くてもその人たちはやってしまうってことになるんですよね。やっぱりね、自分で商品を作って自分で集客をして自分で販売をしていく、そして信頼関係を作ろうと思ったら、あっと驚くような成果をたった一人で出すこと、0から1をね作り続けることが非常に大事だと思うんですよね。で、今日はそのテーマはこの辺にして、やっぱりねお金の問題真面目に考えていこうかなと思った時に、じゃあ実際ね100万円っていうお金あるじゃないですか。世の中には借金がある人、貯金がある人、いろいろいると思いますけども、じゃあ100万円でいいですよ、100万円の預金がある人ない人、これを年代別パーセンテージで分けたらどうなるでしょうかってお話を簡単にさせてもらいます。まず20代働き始めて間がないんで仕方がないと思いますけども、20代で貯金100万円ある人っていうのは実はね3割切ってるんですよ。ですんで 70% 以上の人が貯金100万円もないんですよ、ね、もしかしたら借金があるかもしれないぐらいです。そしてこれ中央値で言うとですね、8万円しか預金がないってことになります。つまり来月引き落とすお金を入れておくのが精一杯っていうのが20代の生き方になってくるんですよね。これが現実です。これね総務省の令和2年のデータですんで、一番新しい公的なものです。さあ次ですよ、30代どうですか。実は30代 51.5% の方が預金100万円以下なんですよ。つまり余剰資金とは言えないようなね、単なる引き落としに使うようなお金がそこにあるだけなんですよ。預金が100万円以下ですよ、2人に1人が。これじゃあなかなかね結婚しようとか思えないし、恋愛にバーンとお金使おうとか思わないし、少なくとも車を買ってどうこうとかね、旅行がねとか家をローンでとかっていう話にならないですよね。いや本当に現実こうなんですよ。でも反面2人に1人は100万円以上の預金持ってます。その中には1000万円持ってる人、1億円持ってる人っているんですよ、30代でも、ね、そう考えるともうすでに二極化は30代から始まってると言ってもいいでしょうね。30代といえばおそらく平成生まれでしょう。昭和の高度経済成長も知らなければバブルも知りません。土地がどんどん上がっていったりとか、所得が倍増計画、本当にね給料が年々上がっていったり、金利が 7% みたいな時代ね、こういうのを知らない世代、それが30代なんですよ。つまり二極化が起きる要素がない時代でも、平成という時代でもね、やっぱりね抜きん出た人ってのが2人に1人いるってことなんですよ。どうでしょうか、
貯金100万以上の人が2人に1人いるっていう現実ね、こういうふうに見えてくるんですよ。で40代なんですけども、ほぼ変わらず 50% の人が預金が100万以下です。そして預金が100万以上ある人も当然いますよね、40代。やっぱ預金が1億円の人も10億円の人もいるでしょう、40代でしたらね。そのぐらい二極化になってきて、これ中央値がね、預金50万なんですよ、確かね。そして50代行ってみましょうか。50代はまだバブルの景気にちょっとあやかってる人がいるかもしれません。それでもね、50% なんですよ、100万円以上の貯金がある人。だから2人に1人は100万円の預金もないまんま50代になっちゃったんですよ。で60代だと 65% ぐらいの方が預金100万円以上持ってるんですよね。これなぜかというと退職金が入ってるからなんですよ。ですんで60代以上の方は多少お金持ってますけども、それでもこのデータから言えるのは、20代、30代、40代、50代、60代年代を通じて結局100万円以下の人が2人に1人ぐらいいるってことなんですよ。そして100万円以上のとんでもない金持ちもう2人に1人なんですよね。だから二極化って昔からあったんで、最近起きたわけではないってことなんですよね。こういうふうにシンプルにお金をデータで捉えてみると、自分がどっちにいるのかってことが分かります。預金100万円以上ならばもうこれはね、上位 50% に入ってます。でも100万円の預金もなければやっぱりね、下位 50% なんですよ。ちょっとゾッとするデータだと思いませんか。だって年金2000万円問題ってあるでしょ。60代で少なくとも2000万円ぐらいないと、その後の暮らしってのは働き詰めでやんないといけないんですよ。しかも60代以上の人で雇ってくれるっていうのは相当な能力があってね、どっかの相談役とか役員に召喚される人でなければ本当にね、体力労働しかないですよ。ガードマン60代70代もちろん好きでやるんならいいですけども、金のために仕方なく、生活費のために仕方なく身を粉にして、この炎天下の中ヘトヘトになるまでね、旗を振っている。そして命の危険もある。どうですかね。すごい恐ろしいような気がしますけどもね、私はね。こういうふうにお金のことをシンプルに考えていく、そうするとやっぱりね、稼いでいかないといけんなというふうにちょっとは思うんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりね、このままだとずっとこのままなんですよね。そこにちょっと恐ろしさを感じた方がいいかなと思いますけども、ただこう言うんですよ。何をやればいいのか分かりません。それは何をやればいいかは調べれば出てきます、ね、商品を作って集客をして販売をする、シンプルにこれだけなんですよ。集客してますか？してないでしょ。商品作ってますか？作ってないでしょ。販売してますか？販売してないでしょ。だったらお金増えないですよね。預金100万円以下、よくて100万円とか200万円とかで終わっちゃいます。で、預金が100万円できる人って200万300万も作れるんですよね。100万を預金したその力で200万300万1000万って作れるんですよ。つまりは預金100万円できる人ってのは金持ちの入り口に立ってるってことなんですよ。で、逆に100万円の預金もできないってことは、もう500万1000万はお目にかかることがない人生になっちゃう可能性があります。つまりビジネスをやらなければそういう未来が待っているってことなんですよ。でもこうも言うかもしれません。実際ビジネスやって結果が出なかったらどうするんですか、もっともな問いでしょう。でもビジネスって結果が出ないこともあるし、ともすれば破産することもあるんですよ。だから絶対やれば絶対成功するなんていうことをね、未だに考えてるからお金もないし、やって結果が出なかったらどうするんですか、詐欺ですかってことになっちゃうんですよ。で、私のやってる億万長者合宿なんですけども、億万長者合宿なんて大層の名前つけてるけども、そこに参加したらね、本当に億万長者になれるんですか、本当に億万長者になれるんだったら100万200万でも払いますって言うんですけども、知らねえよって話ですよね。いや、私は億万長者になりますけども、あなたは億万長者になりたいんですかと。なりたければなりたいだけのやることがあるはずなんですよ。そのやることはやりますかと。私は1億円稼ぐ方法を教えることはできます。それは約束できます、保証します。でも1億円稼ぐためにやることをやるっていう保証を参加者のあなたはできるんですかって言ったとさんにビビって退場しますよね。じゃあ一体お金って稼ぎたくないんですかって話なんですよ。いくらだったら稼ぐことに真摯になれるんですか。1000万ですか、100万円ですか、50万ですか、10万ですか、1000円ですかってことになるんですよ。で、話が一番最初に戻りますけども、1000円を稼ぎに行くみんなの銀行、これ徹底的にやりましたかってことなんですよ。1000円を徹底的にやれないのに、なんでね、自分の人生に金持ちが転がってるというふうに思えるのかなってことなんですよ。
ものすごく怖いことを言ってるような気がしますけども、これね全て現実でこの50年が証明していることなんですよ。バブルがあろうが、高度経済成長があろうが、所得倍増があろうが、今60代以上の方4人に1人は老後破産です。そして貯金は100万円持ってない人が 30% ぐらいいるんですよね。怖くないですか？そして皆さんの周りにもいるでしょ。60代70代でもまだ働かなければゆっくりと暮らせないというね。もちろん働くのが好きならそれをどうこう言うつもりはありませんし、働くのをバカにしてるわけじゃないんですよ。ただやっぱりね、多くの人は60代ぐらいになったら仕事をねゆっくりめにして、社会と関わる程度にして、あとは自分の第二の人生をじっくりとゆっくりと歩みたいと思ってるはずなんですよ。若い頃にできなかったことの夢の続きをやってみたいとかね、新しいことにチャレンジしてみたいとか、ゆっくりと家で隠居して孫が来るのを待っていたいとかね、お年玉ちょっとね1万円ぐらい奮発しようかなみたいな、そんな頑固じじいであり、なんかちょっとね優しいおじいちゃんをやりたかったはずなのに、今日も20代と同じように働いてる。これはちょっと悲劇じゃないですかね。そして預金、何老後2000万円問題、こんなこと突きつけられて、2000万なんてとてもじゃないけどないよ。なんだよ、国は頑張ってきた俺たちに何も報いてくれないのかよみたいなねことで切り捨てられていくのかもしれません。国に依存すればこういう目に遭っちゃいます。ですんで、国という他者に依存するんではなくて、やはり自分に依存した方がいいのかなと思いながらの今日のお話でございました。じゃあ残された時間しっかりと楽しんで頑張っていきましょう。いってらっしゃい。